ということだから金を用意するしかねえな。いくらくらいあればいいんだい？まあ相場は30ドルってところかな。値切ればもうちょい負けてくれそうだけど。結構きついな。どっかで金稼がねえとダメか。まあでもあの千歳って子に会うためだ。やるしかねえな。ああ千歳。おい兄ちゃんたち。え？ずっと話聞いてたんだがよ、あんたらが探してる女は千歳っていうのか？な、ああ何か知ってるのか？心当たりがあってんだ。もしかしてダンサーっぽい編み込みの髪をした若い美人さんじゃねえか？そうだよ、そう、そいつに間違いねえ。どこで見たんだおっさん？こいつだよ。これは風俗、デリバリーヘルスとかか。さあホームレスの俺にはよくわかんねえが、姉ちゃんといいことができるサービスなんだろう。この前この近くで寝てた時によ、そのチラシ持った男が電話で女を呼んでたんだ。そしたらさっき言った千歳って女がやってきたってわけさ。オーラがある目立つ子でな、目を奪われちまったよ。聞いたところじゃどうやらその店のナンバーワンらしいぞ、その千歳って子。これは間違いなさそうだな。早速電話してみましょう。おっちゃんありがとうね。でもなんでこんな有益な情報俺たちにくれるんだよ。同じ日本人としてのよしみさ。あとジェフってやつ、俺は気に食わねえんだ。あいつが儲かるのも尺だからよ。ありがとう、おっちゃんいいやつだな。いいってことや。うまくいったら今度酒でも恵んでくれや。ああ、何杯でもご馳走してやるよ。じゃ行きますよ。はい、もしもし、ゲリーズラブキャンプです。あ、もしもし、チラシを見て電話しまして、女の子を呼びたいんですけど。え？おめでとうございます。お客様は当店の100人目のお客様になります。特別に今回は料金無料でご案内します。運がいいですね。おお、マジか、ありがとうございます。ではお客様、お名前と今いる場所を教えてもらえますか？名前は春日、場所はジェフってやつのタコストラックの近くだな。おお、あの辺りは治安が悪いですからね。さぞや奥まりでしょう。え？いや、そんなに困っちゃいないけど。オーケー、ではうちのキャストの中で飛び切り暇で人気ないやつを一名そちらに派遣します。え、やだな。っていうかお宅の千歳さんでお願いしたいんだけども。千歳をご指名ですね。少々お待ちください。やっぱり運がいいですね、お客様。千歳は一番人気でいつも予約でいっぱいなんですが、今は運よく予定が空いています。おお、よかった。じゃあ千歳さんでお願いします。かしこまりました。すぐにそちらに向かわせますのでお待ちください。なんだって？千歳で指名できました。今すぐここに起こしてくれるって。そうか、だが
通こういうサービスってホテルとかにしか呼べないもんじゃないのか。さあどうなんでしょう、待ち合わせ型みたいなやつじゃないですか。外で会って一緒にホテルに行くみたいな、最近そういうのが多いって聞きますけど。ふん、詳しいな。よく利用するのか。いやいや、俺一応ソープで生まれた男ですからね、そのくらいは基礎知識というか教養というか。なるほどな、勉強になるぜ。やめてくださいよ。お待たせしました。お、来たみたいだぞ。え、どこから。ここです。はい、はやうわ、ああ、なんだ。春日様ですか。そうだけどよ。お待たせしました、千歳です。こいつが千歳か。あっさりたどり着けたな。俺たちの作戦勝ちだ。やったな春日。なんだ、こいつじゃないのか。いやいや、全然違いますよ。どうなってんだよ、おっさん。知らねえよ、こいつじゃねえのかよ。名前千歳だし、髪型も似てるんだろ。髪型は確かに一緒だし、名前も奇跡的に一緒だけど、なんつうか、こんなにパワフルじゃないっつうか。チェンジですか、千歳。悲しいです。いや、チェンジとかそういう問題じゃなくて、千歳さんは何も悪くないんですけど。おい、てめえらさっきから騒がしいんだよ。むしゃくしゃするぜ、ぶん殴ってやる。おい春日、話は後だ。まずはこいつらを倒すぞ。はい。あの千歳さん、危ないから下がっていてください。わーい、私が下がる理由はありません。そもそも助けてほしいから私を呼んだのでしょ。え、どういうこと。私はデリバリーヘルプの千歳バスターホームズです。デリバリーヘルプは喧嘩のヘルプをするデリバリーサービスです。喧嘩のヘルプ。おい、俺を無視して喋ってんじゃないよ。ふざけんな、マジで今すぐぶっ殺す。行くぞ春日。はい。てめえ見てるとイラつくんだよ。かかってきやがった。ほら、相手してやる。ほら来いよ。はい、はい、お願いします。デリバリーよろしく。デリバリー待ってました。やっ、さっさと来い。俺の番か。終わらせる。相手にならねえな。よし、上昇上昇。なんだこいつら、そしてあの女、強すぎる。さて、とどめです。チキンとビーフ、お好みは。ごめんなさい。
これにて無料キャンペーンは終了です。次からはお金がかかりますが、またのご指名お待ちしてます。おお、それではグッバイ。何だったんだ一体。デリバリーヘルプ、いざという時に金払うと喧嘩の手助けをしてくれるサービスですよ。詳しいな。よく利用するのか。昔ちょっとね。デリバリーヘルプ、まさか偉人町だけでなくハワイでも営業してるなんてな。手広いぜ。千歳は見つからなかったが、千歳と会えたからよしとするか。